使用すべる。したがってボルボの設計の基本は常に安全でなければならない。創業者のこの言葉は今日まで変わらずに受け継がれてきました。この信念を車作りの哲学に、ボルボは85年以上にわたり人を第一に考え安全性を追求。その成果を全ての車作りに生かしてきました。現在ボルボが最も重要視している歩行者を事故から未然に防ぐ安全技術、それがヒューマンセーフティーです。そしてボルボはこの技術をさらに進化させ、歩行者に加えサイクリストも検知する新たな安全技術を開発しました。近年スポーツやレジャー、通勤にと自転車を愛好するサイクリストが増えています。一方同じ車道を走る車との接触、衝突事故の危険性も増え、マナー違反が原因の事故も多く見られます。車と自転車との事故では、追突事故の致死率が他のおよそ10倍と圧倒的に高くなっています。また事故の要因のうち、ドライバーの不注意がおよそ8割、要因のほとんどを占めています。つまりドライバーの不注意を防ぐことで、かなりの事故を回避できる可能性があるのです。こうした対自転車事故を回避または軽減するボルボの新安全技術、それが新採用サイクリスト検知機能です。サイクリスト検知機能は前方の車両に加え、人やサイクリストを常にモニタリング、追突の危険性を検知すると警告を発し、フルオートブレーキが作動して衝突を回避軽減します。ではサイクリスト検知機能の作動効果を実際にご覧いただきましょう。前方の自転車をモニタリング、危険を検知すると光と音による警告を発し、同時にフルオートブレーキが作動し衝突を回避します。障害物があるケースをご覧ください。2020年までに新しいボルボ車において死亡者、重傷者をゼロにする。その目標に向けボルボはさらなる一歩を踏み出しました。